1999年年にに描描いたた絵画。ファンエイク晩年の作品で、ギータに油彩ででかれたである。この作品に実際に描かれているのは泉ではなく噴水であるために噴水の聖母と呼ばれることもあるが聖母マリアと共に絵画作品に描かれる噴水は泉の象徴暗湯であることから泉の聖母と呼ばれることが多い。 学奏は制作当時のオリジナルのままで、ALS9CAN、ジョースデアイクエム・フェキット、コム・プレビット・アン・ナンバーワン・439という名が残っており、ファンエイクの署名と制作年度が記されている最後の作品となっている。泉の聖母は 19cmX12cm というハガキよりも少し大きいサイズの小作品である。 閉ざされた庭園と呼ばれる構成で描かれており、泉は命の泉の象徴となっている。マリアは青のドレスを身にまとい、二人の天使が支える豪華な刺繍入りの金断が、マリアの背後を四角く囲んでいる。幼児キリストは左手に祈祷用のビーズを持ち、背景のバラの茂げみがロザリオの象徴であることを暗示している。 15世紀半ばから後半にかけて、ロザリオは北方ヨーロッパでもよく用いられるようになっていた。ファンエイクが聖母マリアを描いたドレス伝の祭壇がルッカの聖母、最小ロランの聖母といった作品ではマリアは赤のドレスを着用しており、この泉の聖母のように青のドレスで描かれたマリアは少ない。15世紀のフランドル絵画作品では、 成人の衣服が赤の顔料で彩色されることが通例だった。これは当時の染料でコチニールを原料とした染料が最も高価だったことにも一因がある。これとは対照的に初期フランドル派とほぼ同時期に勃興したルネサンス期のイタリア人画家たちはマリアの衣服の色使いに非常に高価な青系顔料であるウルトラマリンを使用していた。 ヤンファンエイクがその後期作品で青の顔料を使用したことはイタリア絵画からの影響があったためだと考えられている。ヘラルト・ダビトが1510年から1515 15年頃に描いた聖母子と天使。メトロポリタン美術館所蔵。ベルリンの絵画館が所蔵する教会の聖母子とこの泉の聖母は1441年に死去する。 ファンエイクが最晩年に描いた2点の聖母子像だとされている。ファンエイクのキャリア初期の作品や、その他多くの作品でマリアが雑誌で描かれているのとは、対照的に、教会の聖母子と泉の聖母のマリアは、立ち姿で描かれている。立ち姿のマリアは、ビサンチン美術のイコンでよく見られる構図で、ファンエイクの両作品は、ビサンチン美術のエレウサのイコンと呼ばれる。 作品群の影響を受けている。エウレソのイコンは、英語で、慈愛の聖母とも言われ、マリアと幼児キリストが頬を寄せ、キリストがマリアの顔に触れているという構図の作品となっている。教会の聖母子のマリアは、赤いドレスの上に泉の聖母と同じ青色のマントを羽織って描かれている。十四世紀から十五世紀にかけて、このようなビザンチン絵画作品が大量に、 アルプスイ北の北ヨーロッパに持ち込む。作者未詳のカンブレイの聖母に代表されるような高気ビザンチン絵画と、こうしたビザンチン美術の影響を強く受けていた、ちょっとのような画家たちの作品では、マリアが非常に大きな体の女性として描かれることが多かった。ヤンファンエークも間違いなくこの作風を取り入れているが、具体的にいつ頃描かれた どの作品から影響を受けたのかということについては議論となっている。ただし、ヤンファンエイクがこの作風の絵画作品を直接目にしたのは1426年か1428年のイタリア訪問時だと考えられている。これはカンブレイの聖母が北ヨーロッパに持ち込まれる前のことだった。教会の聖母子と泉の聖母は幾度も模写され、 15世紀を通じて様々な工房が制作した複製画が市場に流通していた。ビザンチンで巨大なマリア像が好んで描かれたのはギリシャ正教会との不和に終止符を打とうとする当時の世論や和解交渉と関係があると言われている。ヤンファンエークのパトロンで宮廷画家として偶したブルゴーニュ公フィリップ三世もこのような動向に強い関心を示していた。 ヤンファンエークが1431年頃に描いた、肖像画、数奇鏡、ニッコロ・アルベルガティに描かれているニッコロ・アルベルガティは、ビザンチンとギリシャ正教会の関係修復に尽力したローマ、教皇庁の外交官の一人だった。泉の聖母は完成直後からファンエークの工房で、高品質な複製画が多量に制作された。 ファンエイクの弟子でその工房に所属していたヘラルト・ダビトが聖母子を描いた1500年から1510年頃のドローイングがベルリン国立版画ンガソ館に所蔵されている。このドローイングはダビトの聖母子と天使の下へ終作と見られている。現在ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵する聖母子と天使には風景画を背景にして4人の天使に囲まれた聖。 母子が描かれており、中央の聖母子以外は、泉の聖母との共通点がほとんど存在していない。しかしながら、現在の詳細な解析による死体の調査によって、当初の聖母子と天使は、泉の聖母の精密な複製画として描き始められたものが、その制作途中で様々なモチーフが新たに描き加えられていったことが判明している。ありがとうございます。